皆さん、私はハンターでございます。そして捕まえたものはペロペロって舐めたいと思います。ココちゃんを捕まえたので、よーし、ちょっと逃げるな逃げるな、くそまた捕まえてやる。ハンターですからね。よし、ここに隠れているのかな。どうだ、あ、見つけた。よし、これで私の勝利だ。捕まったらペロペロハンターにペロペロってされるんだよ。布団で隠れても無駄だからな。ちょっとデリ君、助けてよ。どうも、シュンズ TV です。前回に引き続き、こちらのメンバーでホテル三日月竜宮城に遊びに来ました。イエーイ、来たよ。楽しみましょうね。昨日はぐっすり寝れたな。キャビット、そうだね、大きいベッドだったわよね。朝はエネルギーが少ない、ご飯を食べないと。そうだね、ザーグ、今朝起きたばっかりなんですけども、まずはみんなで朝ごはんを食べに行きたいと思います。よし、いっぱい食べようね。いっぱい食べよう。ねえ、お腹ペコペコよ。はい、こちらが朝食でございます。朝もビュッフェスタイルでもう食べ放題なんですけども、海鮮系が特に美味しいんですよね。マグロのたたきとかサーモンとか貝とかもいろいろあって美味しいんですよね。早速お腹いっぱいになるまで食べたいと思います。ココちゃんもしっかり食べてて、どう？ココちゃん、ちょっとさ、美味しいね。美味しいよね、ココちゃん。うわ、すごい豪快に食べたね。いやー、お腹いっぱい食べましたよ。もう海鮮丼とか美味しかったですから。ココちゃん、お腹いっぱい？お腹いっぱい。そうかそうか。おいおい、食欲の秋、そして運動の秋だぞ。キャビット、そうだね、たくさん運動したいわね。確かに運動の秋って言いますからね。ああ、そうだ、じゃあ今日はみんなで鬼ごっこじゃなくて逃走中ごっこやりませんか。このホテルとっても広いので。ああ、でもホテルの中を走るのは危ないので、くれぐれも歩きながら逃走中で、外とかだったらまあ走ってもいいんですけども、くれぐれも怪我とかのないように逃走中やりましょうか。でもさ、普通に逃走中やっても面白くなくない？ああ、確かにね、ココちゃん。あ、そうだ、ココちゃん、朝ごはんの時にご飯をこうやってペロペロって舐めてたよね。あ、そうだ、捕まったらペロペロパパにペロペロされるのなんてどう？ちょっとそれだけは嫌よ、気持ち悪い。ちょっとさ、隠しちゃうもんね。ほっぺ隠しても無駄ですよ。よし、ペロペロパパが今から出動しますので、皆さん早く逃げてください。捕まったらペロペロですからね。よし、俺たちはみんな逃げるから。キャビットとララルーとザーグが逃げましたよ。ちょっとセレモニーさんとココちゃんも、逃げた。よし、私は早速捕まえに行きたいと思います。よろしくお願いします。いやー、みんな勢いよく部屋を出ていきましたから、どこまで行った。逃走中でございますから、絶対にみんな捕まえたいと思います。とりあえずエレベーターで下まで行ってみましょう。ちょっと待って、ザーグじゃないですか。よし、捕まえたザーグ。私はエレベーターで下まで行こうとしたが、ボタンに手が届かなかった。他の奴らは先に行ったぞ。そうか、確かに手を伸ばしてもザーグ届かないですもんね。よし、残るメンバーも見つけちゃうぞ。ザーグを捕まえることができましたよ。他の人たちはどこに行ったんだろう。絶対にみんなを見つけたいと思います。そしてペロペロってやりたいと思います。とりあえず外まで来てみましたよ。ホテル三日月って本当に広いホテルでございますから、待ってくださいよ。こんなところにめちゃめちゃ大きいカメがいるじゃないですか。ああ、そうか、ここホテル三日月にはアニマルランドみたいなのがあって、こういう動物たちと触れ合えるコーナーがあるって。ああ、そうか、びっくりした。野生の巨大なカメかと思いましたよ。いやー、どこだ、このアニマルランドのどこか。見つけたぞ、キャビットとララル。おいおい、
構居心地がいいじゃないか。ケビット、そうだね。動物さんたちを眺めてたら捕まっちゃったわ。キャビットです。皆さん順調ですよ。キャビットとララルーも見つけました。早く全員を見つけて、そしてペロペロってやりたいと思いますので、全員見つけ終わるまでペロペロはまだやりませんから安心してね。ココちゃんとセレモニーさん逃げ切ってくれ。キャビット、そうだね。全員逃げ切れば私たちの勝ちよ。ここはお祭りランドです。子供が大好きな場所ですから、きっとココちゃんはここに逃げたんじゃないのかな。キッズガーデンとかトリックアートとかゲームセンターがあるんですよ。よし、この中を探すぞ。パパの私を舐めるんじゃないよ。ココちゃんの好きな場所、行きそうな場所ぐらいすぐにわかる。いた。やっぱりここだ。ココちゃんはちょっとさ、ママのセレモニーさん、僕ここだよ。まだ捕まってないよ。シュンさんなんて余裕だよ。ほらママ、僕捕まってないよ。よしよしよし、やって捕まえた。ココちゃんやったぜ。ちょっとさ、逃げろ逃げろ。あ、ちょっとココちゃん。よし、ココちゃんも捕まえましたよ。逃走中で捕まったらどうなるか覚えてるよね。そう、ペロペロでございます。罰ゲームですよ。ちょっとさ、やめてよ、やめて。逃げなきゃ逃げなきゃ。ちょっとシュンさん、ちょっと待って。セレモニーさん、逃走中ごっこはいいけど、本当の逃走中はペロペロなんてやらないわよ。だからペロペロはなしにしましょう。そうか、確かにセレモニーさんの言う通り、ペロペロはやっちゃダメですよね。よろしくお願いします。いやー、逃走中ごっこ楽しかったね、ココちゃん。その後プールに来ました。うわー、泳ぎ方上手だよね、ココちゃん。ちょっとさ、あの大きい滑り台何？あの滑り台はココちゃんはまだ身長的にできないんだよ。でもいつかできるようになりたいね。そうだね。よし、ココちゃん、いっぱいプールで泳ごうか。泳ごう。うわー、すごい回転して、ちょっと水飛ばさないでよ、ったく。いやー、逃走中ごっことても楽しかったね。ココちゃん、もうほっぺ隠さなくて大丈夫だよ。セレモニーさんに怒られましたけども、やっぱりそうやってペロペロってするのは良くないですよね。ちょっとさ、ほんと舐められなくてよかったよ。そうよね、誰だって舐められたくないわよね。そうですね、引き続きみんなでホテル三日月楽しみましょうか。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。ママ。やあ、こんにちは。何をしているのかね。のんきに旅行なんてしているから、シュンズキビはいつまで経っても弱いのだ。ロッツォに質問です。ハロウィンの日はどのように過ごしますか。ああ、ロッツォチームを集めて仮装パーティーをやってもいいんだが、その前にシュンズキビを倒さなければ、おもちゃと人間が関わり合わない素晴らしい世界を作るぞ。ロッツォに質問。また誰を洗脳したのですか。ロッツォ、今回は誰を仲間にしましたか。ああ、私はもう今年は新しいやつを洗脳しないと約束をした。だが今まで出てきたやつだぞ。明日はこいつで攻めるとするか。なぜなら過去にもうちょっとでシュンズ TV を潰せそうだったからな。ああ、そうそう。シュンズ TV を応援したいやつはチャンネル登録をした方がいい。ただし私にとっては敵だがな。どちらか選べ。さあ、どうかね。